あのね、今回どうなんですけど、今回ですね、今回も検証動画をやっていこうと思う前に、何かがおかしいと思う、おかしいっていうか変わってると思うんですよ。初めて僕のことを知った人からしたら何もわかんないと思うんですけど、そうです。服が変わりました！このハローキティの服めっちゃおしゃれなと思う方よければ、チャンネル登録、高評価、そして、LINE でね、友達にこの動画を拡散で、Twitter にも、僕の動画を拡散失礼しました。で、今日、撮影日3月26日、たぬきショッピングを見ると、こちら、ブーブークシャっていうのが売ってるんですよ。400エイプリルールってことで、まあ、もう説明しなくても名前聞けばわかると思うんですけど、ちょっとね、無駄に、ブーブークッションを5個買っちゃったんですけど、座ると、うわ、汚れ初めて音聞いたわ、今。何気に初めてブームクッションの音聞いたけど、汚れうわ、思ったよりリアルやな。このようにね、おならの音がね、座るとなるっていう、まあ、ブームクッションってやつなんですけど、昨日あげたね、サンミアミオカード5パック開封で、まさかの奇跡って動画のコメント欄に、あるリクエストが来てまして、リクエストです。蜂に追われている時に、ブームクッションに座れば、音にびっくりして蜂逃げる説をやってほしいですってことで、まあ、蜂に追われてる時に、俺がここに座って、ブーって音を鳴らせば、蜂が、うわーって音にびっくりして、バーンって逃げていくってことでしょうね。やりました！5個頼んだのマジで後悔してる。これ住民の目の前でやったらどうなる？住民の目の前でいきなりおならしだしたら絶対逃げていくだろうな。指数から逃げていくだろうな。ああ、そうそう、私の島にフィーカが来たんですよ、ついに。フィーカに聞かせるか。今日引っ越してきたばかりのフィーカに聞かせるか。最悪だな。フィーカちょっと待ってるよ、そこで。ちょっと待って、そこで。おとなしく待っとくんだよ。ちょっと逃げんだよ。今からちょっとおならをするから。おならはしないんだけどね。おならの音風なことするから。あれ、置けないんだけど。で、いくよ。顔が見えないからどういうリアクションしてるかわかんないな。あ、マミ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 。おい、ちょっと逃げな逃げな逃げな。マミ行くよ。だからミスやりじゃなくて俺のおならの音聞け。意地でもおならの音を聞かせる。ちょっと、じゃ逃げないでって。もうマジマジいいから。とりあえず、おならの音聞けばいいんだから。わかった？はい、行くよ。うわ、リアクションしてくんねとか、はっす！じゃあ早速行きますか。じゃあちょっとこれで行きますか。じゃあ行きよ、早速。あらーあらー来たー、さあ行きよ、行きよ、せーの、せーのー。なんだよ、ちょっと待って待って待って、蜂に追われてる時は蜂、待って、蜂におならの音聞かせれないとは何事じゃ。もう一回、ちょっと待って、それおかしい。蜂に俺と絶対におならの音聞かせる。マジでくれよ、絶対に俺はおならの音を。なんで聞かせれないの？ひどくない？なんで蜂に、おならの音聞かせる、は、そ、そ、え、なんで？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 